金卵会中学校、高等学校は、大阪府大阪市北区大淀南三丁目にある、私立中学校、高等学校である、学校法人、金卵会学園が運営する、女子校。1905年、大阪府立道島高等女学校の同窓会、組織、金卵会が運営する、女学校として創設された。なお、金卵会学園の同窓会の名称は、 法遊会である。1973年から30人学級を実施。ただし、学年によっては30人を超えるクラスが存在する。高等学校では普通科の中に、特進コースと総合コース、さらに2008年からは看護進学コースを設置した。また中学校では、英語学習や情報教育に力を入れている。近段会中学校卒業生は、原則として、 全員が近南海高等学校へ内部進学できる。近年入学希望者が減っており、活性化のため2007年に大阪府立南根屋川高等学校バレー部を数度全国大会にまで出場させた地上、吉則監督を招きバレーボール部を創部し、2014年度はバレーボール部がインターハイ国体春高バレーで初優勝3冠を達成し、 それ以降秋の国体の大阪選抜で2016年2017年度で実質2連覇。特に春高バレーでは前述2014年度の優勝以降6年連続で最低ベスト4以上の実績を残しそのうち2018年度の大会は2連覇を達成している。2018年に系列の近断海保育園が開園したがこの年の入学希望者は再びダウン。 リーマンショック直前2007年に次ぐ減少となったため、学園の島崎康久理事長は新たな魅力ある学校の姿を提示し、入学者を増やさなければなりません。一重に生徒の学力の向上に向かって教職員が邁進すべきだと危機感を訴えている。明治時代中期女子教育への要求が高まり、高等女学校への進学希望者が急増した。しかし、 大阪市内の校場は1904年時点で大阪府立道島高等女学校と大阪府立清水谷高等女学校の2校のみで進学困難な状態だった。そこで門戸を広げる一環として道島校場の同窓会、禁断会が高等女学校設置を構想する。しかし、当面は高等女学校令、同校規則に定められた条件を満たせないため、 ひとまず女学校として設立し、後に高等女学校への移行、昇格を目指した。1905年4月に近蘭海女学校の設立が認可され、大阪市北区曽根崎新地で開校した。当初、校長を、府立道島工場の校長が兼務。校舎も借家だったため、翌1906年に、家主が校舎を売却し、立ち退きを迫られる。 そのため、大阪市北区北梅田町の土地を購入。1907年に梅田に移転した。1908年1月に高等女学校昇格を申請し、同年3月に認可されて、近蘭海高等女学校となる。1910年には、隣接地に、富立梅田高等女学校も移転している。このため、島移行の関係にある富立梅田、近蘭海の、 両校女が遠足や運動会などを合同で実施するなど協力関係にあった。一方、近南海校所の高知の狭さから再び移転話が持ち上がる。1915年12月に移転先として西成郡詐欺町浦号を購入。折しも大阪駅拡張の話が具体化し、近南海校所の敷地も拡張用地として立ちのき、 対象になったことから1919 19年放射新築工事に着工。1922年4月に移転した。1925年には同窓会、放遊会を結成。学校の経営権を受け継ぎ、不立工場の同窓会、近断会より独立して運営する。バレーボール、編集ありがとうございます。